青木新話、マルスは、1996年から1999年にかけて、週刊少年マガジンで連載された、元島幸久の競馬漫画、前作、風のシルフィードの続編。2007年現在リファインされた審判が出ている。単行本全13巻、文庫版全4巻。風のシルフィードに登場した人物が立場などを変えて登場している。 競馬界で、かつて最強と言われたサラブレッドのディングル決闘。しかし、故障、死亡が相次いだためディングルの決闘の人気は急落し、源流ディングル自体も死んだと思われ決闘は途絶えたかに思われた。そんな折、ディングル決闘に情熱を注ぐ、名都大学の遺伝学者、渚谷ア・ヤが、ディングルの子、ヘルメスの子を作ろうと試行錯誤していた。そんな苦労のせい、 待望のディングル決闘の子が誕生した。その子馬こそ、ローマ神話の神の名を受け継ぐ、マルスであった。彼らには、様々な試練が立ちはだかったが、諦めずに乗り越え、マルスは、宿敵シルフィードの子孫、シロの一族との決着でダービーを制覇し、シュボバとしてディングルの血を残すために引退した。マルスには戦う相手がいなかったが、別のシロ、エアリアルが出現する。 エアリアルは白の一族を撃破し、マルスに戦いを挑んできた。マルスもそれに応じ、地方競馬で現役復帰して、ジャパンカップに出る。マルスは、なんとか勝利したが、スタート直後から、レコード狙いのハイペースで走っていた上、エアリアルに追いつかれ、そこでさらにペースを上げたため、ゴール寸前に、心臓停止。そのままゴールを果たす。かくしてマルスは戦場にチリ神話となった。 そして4年後東京競馬場にはマルスの活躍をたたえ銅像が設置され、最高、最強の配合で生まれたマルスのこの新しい神話がスタートするのだった。ありがとうございます。